はい。皆さん、こんにちは。マナレグリュウジです。では、今回は、信長の野望大使、パープキット、幕末志士、転生物語、続けていきましょう。四国統一戦を進めているというところではあるんですが、毛利とのですね、長州、こことの、関係が、あまりよろしくないと。いうこともあってですね、実はこのまま進めると毛利が攻め込んでくるというのが、ロケハンの結果分かりました。なので、ちょっと毛利に対しては進前をね、ご覧の通り加速させつつ、周辺諸国との、そういったね、状況の改善というのもちょっとね、目論んでいこうかなと思ってます。まずはね、福島正則、ここに対して改善の使者をちょっと送っていこうかなというふうに思ってます。で、正則のところに誰を送り込むかなんですが、吉田東洋が入っちゃっているので、板垣退助を送っておきましょう。で、お金がないのでね、これが精一杯というところになるんですが、プラスアルファで、蜂須賀家ともね、この先、親善を行って、関係の回復を行っていきたいというふうに思ってます。じゃあ、時間を進めましょう。とにかく毛利との開戦は絶対に避けなければいけないという状態を、なんとか作っていきたいというところです。報告いたします。で、やっぱり秋になると、各国って言った方がいいのか戦な。術の収支です。兵糧に多少みんな余裕が出てくるので、戦争を ご命令ください。始めます。なので、そのタイミングで戦争をあえて仕掛けず、戦争を始めたところに対して戦争を仕掛けるっていうね、ちょっと姑息な策にはなりますが、ちょっとそういった対応をしていかなきゃいけないのかなというふうには思ってます。で、あとはですね、毛利と開戦はしたくないよという思いはありつつ、とはいえ、毛利が攻め込んできた場合の備えはしっかりやっておきましょう。かしこまりました。準検場をまず立てておきます。で、あとは、梶村をね、ある程度数作って鉄砲隊の用意もしておきたいです。で、さらにね、報告します。先月の収支です。この共同先をの始こめとよをう。考えておくと、策がございます。兵糧をより高めるための施策というのもね、採用していかなければいけないので、ここは変わらず、農業、商業を中心のこれ政にて策を行表っていき情を終まわる。す。で、まずは、干ばつ、これの対策を行っておきましょう。で、さらに、灌漑支援。効果上昇か、悪くはないんだけどね。一旦これくらいかな。あと、商業系。兵糧流通。軍馬流通。鉄砲流通。鉱山徴収。鉱山徴収は入れておきます。ご命令ください。さて、そしたら、お金に少し余裕が出てきているので、まずは、蜂須賀家に対して、新将、ゴンベイを投入しよう。ゴンベイ承によっ知。て、なんとか、蜂須賀家とのね、関係改善も行っていきます。毛利との同盟、長州との同盟、これが、なれば、だいぶ、戦略的には、固まってくるので、まずはその状況を作っていく。あとは鉄砲ですね。鉄砲鍛冶、村を、かし数こまりをました。用意していきます。先端を開くとすれば先に先端を開かせたい。報告します。で、非常に貴重な人材なので、たま先には月ね、の収支です。人材のことも気にかけて、置く必要があるとご命令くいださうい。ところから、
武将のね、状況もちょこちょこ確認しておきましょう。脇坂はまあ確かにね、まあ屈服させたばかりなので恩賞を与えておきましょう。加藤、この辺りはひたすら感情を与えておきます。で、続いてなんですが、まあ、鉄砲も必要なんですけど、どうしても戦術面を考えたときに足の速い騎馬も必要なので、騎馬の牧場も数を揃えておきます。まあ、最低鉄砲2000、馬1000、これはね確保しておきたいところですね。さあ春になりましたね。ハチスカと通称もそう、全然商業進出ができない状態が続いてたんですが、これで商業進出がまた可能になったと思います。確認していきましょう。そうだね、進出できるので進出をしていきます。まあ、ただちょっとお金がね、だいぶ必要にはなってきちゃっているのかなというのはありますが、まあ、ここは牧場を追加で建てておきましょう。それにしても6月は本当に祝日がないんで辛いですね。6月は祝日なし。6月にもね、1個ぐらい、まあ、1日ぐらい作ってほしいなっていう思いはあるんですけど。志特性で商業上手、商売上手発動してますね。で、さっき干ばつ対策入れているんですが、ちょうど干ばつが起きています。これなんで分かったかというと、ロケハンをしたからです。なので、まあ、先にね干ばつ対策を入れておいたので最小限に抑えられたかなというところですかね。被害は毛利との親善がマックス値に達したという報告が上がってきてますが、同盟が結べる状態になっているのかどうかっていう確認、これをしていきましょう。商業の行動増加、これやりたいね。対米発動は必要な時にやっぱりしたいので、今回はジョン万次郎も入れておきましょう。行動増加、これは入る入らないか。論議が足りないんだね。ちょっと残念だな。ただ品種改良しておくか、労役増加するか。労役増加の方が効果は高そうだな。労役増加を入れましょう。あとは今回は有益なものはないかな。ではまずは忘れないうちに商業を入れておきます。はで、あとは違う、交渉、毛利との交渉ができない状態か。毛利とは親善地球中あるものの交渉が不可能という状態ですね。となるとやっぱり毛利と、まあ、うまく結ぶっていうのがすぐにはできなそうなんで、福島、さらには八塚、こことしっかりいい関係をね作っておくっていうのと、あとやっぱりこの状況を見る限り毛利が攻め込んでくる可能性を回避するのはどうだろうな、ちょっと難しそうなんで、ある程度戦争を覚悟しておいた方がいいかもしれないですね。ただもしね、長州、毛利が攻めてきた場合は迎え撃つしかないので、まあ、どこで迎え撃つかっていうところですかね。そうなるとどうしようかな。
準現状、ある程度数を用意しておいて、兵力的な優位というものは常に、まあ、確保をした中で戦っていく必要があるので、報告します。今、もう6月になろうかという段階で、毛利と交渉ができていないということは、毛利と合戦になる可能性がある上に今、福島正則も伊代松山狙ってる気配ありという話が飛び込んできてましたね。ちょっと悩ましいけど、戦争の準備をやっぱりしていくしかないのかな。かしこまりました。そうなるとやっぱり梶村で、そして牧場である程度軍備を整えていくしかないかな。あと歩兵周りもちょっと見直しましょう。まず伊予松山なんですが、ここを農兵をちょっと上げておきましょうか。で、大津城、ここもちょっと上げておきます。足軽を2000、まあ、数はある程度揃えられると思うので、あとは合戦する場所がどこになるかですかね。いや、長州との合戦は避けたいんだけどな。秋になるとみんな一気に合戦始めるので、疫病だね。疫病対策を入れなきゃいけないわけだな。先月の収支です。ご命令ください。さて、まずは寝室。なんか寝室が消えちゃってるので、いいように寝室入れておきましょう。かしこまりました。で、あとは考えを入れる。草刈りまとめて入れて、あとはそうだな、交渉できる余地ないもんな。あと結んでおくとしたら、薩摩とはまだ結べる状態にないし、どうしても毛利となんとかいい関係を作っておきたい。ただ秋まではちょっと動かせないですね。お金も兵糧も。報告します。先月の収支です。あとお金の入りをもうちょっと増やしていきたいね。で、今回は議論をちょっと入れていきます。で、議論いっぱいくれてるのが長次郎、万次郎、稲垣大輔、このあたりかな。これにて表情を終わる。これで行動増加が手に入りますね。ゲチオ、そしたら進出をしていきます。はは、2個進出いけますね。行動増加入れたおかげで。で、あとはそうだな、継続発展させていきましょう。緊張の9月。志果たせずか。正則との
神前もマックス値に達したようですね。ちょっとではこれまた見ておきましょう。その前に忘れないうちにいつもの進出をやっていきます。どうする？投資も入れていく？この際進出はもうできないから一旦進出は置いておいて先に交渉しよう。いやー、正則と交渉できないか。正則と交渉できない。山内家の心象が我々が思ってる以上にまあ良くないという状況が見て取れるので。かしこまりました。継続発展できるところは継続発展して、とにかく戦争で勝てる、迎撃して迎え撃てる体制を取っていきましょう。さあ、この9月ですね。まあ、兵糧は考えを行ったので、まあ、干ばつでね、ダメージを受けることなく、無事に兵糧1万5000を手に入れたという状況です。ご命令ください。で、お金にも余裕がありますし、まあ、進出できないものの投資をじゃあ行っていきましょうか。まあ、投資でね、得られる、ああ、独占できるなら独占していこう。で、心配している敵からの攻撃に備えていきましょうかね。あとは熟系もちょっとそろそろ考えていこう。傭兵、武勇、知略、まあ、知性交渉は置いといて、連兵所。まずは連兵所だな。各城の近く、隣接する城の近くには、連兵所、一様に配置していきましょう。かしこまった。さあ、どう出る？思ったより戦争が始まる様子がないね。ハチスカとも一旦これで交渉ができるマックス値には達してるはずなんですよね。いやー、本当にゴンベ高いよね、ポテンシャルが。これにて表情を終わる。さあ、そしたら疫病対策入れておきます。これね、さっき発生してますんで。あとは提案強化、提案強化も大きいので入れておきましょう。細川忠興が大津城、まあ、大津城近辺も一応まあ準権上は盾であるので、ご命令ください。どうにかはなると思うんですけどね。かしこまりました。独占を続けていきましょう。であとは連兵所。かしこまった。かしこまりました。連兵所も一通り建て終わったね。で、あとは商人町を周辺に建てて、お金の入ってくる量を増やしていきたいけど、いやー、もう建てられるところがないね。やっぱり領土を拡大していきたいな、そうなると。かしこまりました。で、ハチスカとの同盟ができるか。できないんだよな。当家との同盟を拒否。
うちとさ、同盟結んでもいいよって言ってくれるようなところはないね、こうやって見ると。心中。家康に心中は可能ですね。もうこのコンセプトが根底から変わってしまいますが。戦争をどっかが始めてくれないと戦争をしづらい環境だな。商売繁盛獲得です。ちょっと志確認しましょうか。商売繁盛、領内の証券の影響力毎月上がりますというのが発動してますね。報告します。先月の収支です。だいぶ領内の防御力は増してると思うので、まあ西側という意味ではね。ここを、承知、まあなんとか生かしていくしかないのかな。しまった、先に進出しておけばよかった。これ忘れちゃうとね、お金がなくなっちゃって進出が不可能っていう、ちょっと悲しい状況になるんですよね。みんな戦争しないで、町の状態に入ってるな。報告します。先月の収支です。ご命令を。まあ、先に戦争を仕掛けるとね、第三国が介入してくると、いきなり決定的に不利な状況に陥るので、まあ、その状況をみんな避けたいということなんだろうなというのは想像がつきますけどね。そしたらまた開発を行っておきましょう。もう新設できる場所はあまり残っていない。かしこまった。あとはちょっと確認しておきたいのが梶村かな。いや待ってね、巡検所もここに建てておこう。まあ、一応国境沿いという位置づけにはなってるので。かしこまりました。あとはもう、かしこまりました。継続発展させていくしかないですね。まあお金に余裕があればね、もう無視して、一括で全部に継続発展の指示でもいいと思うんですけど、まあ、残念ながらまだそこまで国力がないので、四国を統一できればね、その国力もついてくると思うんですが、まだそこに至っていないというところですかね。軍事を今回入れていきましょう。対面はだいぶ溜まってきましたね。軍事を大量にくれているのがこの3名、近藤丈一郎5名、中岡慎太郎。これにて表情を終わる。でそうすると対騎馬の防御力上げておく必要があるか、だったら鉄砲なのか。ちょっとここはね、どれをいか、いや行軍速度上昇中の方がいいね。そしてだ、どこも何も仕掛けてこないのが本当に不気味だな。ああ、投資じゃない。独占したかったけど、しょうがないな。先に戦争を仕掛けたら負けっていう理論でいくと、本当に戦争を仕掛けづらいな、今。そしたら牧場、鉄砲鍛冶、
このあたりを用意していきましょう。まあ、長球でプレイしているというのもあってかなり慎重にプレイをしている状態なんですが、まあ、まさに四面楚歌という状態で誰も我々と、まあ、話をしたいと言ってくれる、まあ、大名家がないので、であれば単独で戦い抜けるだけの、まあ、国力というものをね得ていく必要がありますよね。かしこまった。さあそしたらもう空いているところはすべて梶村と牧場とで埋め尽くしていきましょう。本当はね商人町作れるところあればと思うんですが、作れるところないもんね。どっかにまだ作れるところがあるから商人町この色になってると思うんだけど、ちょっとそれが見つけられないので、おとなしく鉄砲牧場と、かしこまりました、用意しておきます。これで全部埋まった？いやまだ埋まってないね。はかしこまった。それにしたって鉄砲をね大量に入手していきましょう。いや各国多分だいぶ力をつけてきてるので、ますます戦争を仕掛けづらい状態になってきていると思うんで、どっかが戦争を仕掛けて、どっかが開かない限り、なかなか勝負しづらい、膠着状態、まさに。そういう状態になってるね。進出をちょっとかけていきたいけど、進出できるところはないね。そしたら今回もちょっと皆さんね退屈されちゃうと思うんですが、ここ漁村いける、はっ、梶村、かしこまりました、鉄砲村、かしこまりました。このあたりを数を揃えていきましょう。 OK だ。さあ交渉乗っかってくれるところはある？毛利、福島。福島に関して言うとさ、もう完全に敵対意識あるね。これだってもう攻め込んでくる気満々でしょ、この感じ。日照りが起きている。まあ干ばつ対策はしてあるので、まあ大丈夫でしょう。大津城が結構干ばつ食らうね、いつも。報告いたします。そうなるとあとできることはもう継続あってんで、まあ、国力を地味に上げていくぐらいしかないので、近藤長次郎60か、更新したね一つ、これにて最高値を。そしたら次はあれですかね、農業切り替えていきましょう、施策を。で絶好調確率アップの豊作考案も入れたし、次回が楽しみだな。では独占をかけていきます。であと継続発展ですね。もうじゅんけんじょ、れんぺいじょ、このあたりは優先順位を上げていきましょう。あと漁村もね
優先度を上げていきます。漁村は通年を通して地味に兵糧が入ってくるんで、来たな毛利で、毛利には福島、浮田、敵が我が領内に向かって、これがやってくると。で、大津城に1万3千の毛利隊がやってくる。長州とも明約目標はちょっとできないというわけだな。そしたら我々も出陣してこれを迎え撃ちましょう。どこで迎え撃つことになるんだ。大津城、戦場上限1万9000に対して敵は1万2000でやってくるわけだな。となると我々はマックス編成で行く必要があるね。これただマックス編成か。マックスでこの編成、いやー、なかなか厳しいな。部隊追加、秋城から1500。さて、ちょっと視野のしどころですね。山内陽動隊、これちょっとまず吉田動揺を外して数を1000の山内陽動隊は鉄砲隊にして、伊予松山から1300、これで総兵数1万1000。いや、これでも足りないな。あとはゴンベイ隊、これも龍馬を外して龍馬外す意味ない。龍馬を外して違うな。どうする？近藤長次郎隊、マックス値に戻して1500でしょ？ゴンベイ隊、ゴンベイ隊、1900。これで見ると、旧部隊、部隊の追加ができない。もうどこも増やせないもんね。これ負けたらもう押されて終わってしまうので絶対に負けられないですからね。もうちょっと兵数増やしておくっていう努力を、しておけばよかったかなっていう今更ですが、じゃあこれで出陣していきましょう。大津の戦い、1万1000、味方1万1000、敵1万2000ですね。後に続け。皆の者、我に続け。大名発動してきたな。皆の者、我に続け。志果たせずか。こちらは発動できる大名がない状態だな。毛利との決戦を勝利のうちに、進めるというのが重要なんですけど、鉄砲隊の射撃力上昇、決戦時に援軍、これはやりたい。国衆将兵、他は有効なもの特にないな。国衆に任せるしかない。待機します。いや、長州の方も結局、家康が死んだか。長州も武将、維新志士転生してるんで、かなり強いんですよね。報告いたします。先月の終始です。さ
さて、ご命令を。緊張の戦いが待ってますが、ここはその緊張をこらえて粛々といつもの対応をちゃんとしていきます。かしこまりました。で、交渉できるところ、八塚も交渉には応じない。そうなると、まあ、味方をちょっとでも増やしたいので、中川家と新庄上下バックスまでコンビを送っておく。このままだと味方がいなさすぎて厳しいので、ちょっとでも味方になってくれるところを増やしましょうという苦し紛れの外交ですね。さて、決戦の指揮を取るぞ。敵12000、部隊数9、一方我々は部隊数8、兵数11000、まあ互角ですね。ただ部隊数は多い方がやっぱり有利なんで、敵の方が部隊数が1つ多いというのは念頭に入れておきましょう。さて、軍技力93、これはね、敵より明らかに上だと思うので、罠からまずは張っていきましょう。あと軍施設で、のろし城を入れておくか。ただ待機部隊いるかと言われても微妙だからな。これを入れるぐらいだったら、いやー微妙だな。奇襲を受けない対応を入れておこうか、重要かな。サイドに入れておきます。で、あと作戦だね。で、これ誰にするかだな。後藤翔次郎、お前を本陣切り込み隊に任命するぞ。切り込み隊があっけなく散るというのは避けなきゃいけないので、あと1援護だね。ゴンベイ隊はサイドに回す。陽動隊は真ん中に入れて、切り込み隊がやられると困るので切り込み隊も下げよう。正面を吉田投与、この布陣でいくか。あと12残ってるので、この12をうまく作っていきたいね。奈落。陣をここに張ろう。これでいく。勝負になるかな。国衆将兵のおかげで兵数では上回ったので、あとは、部隊数が少ないのをいかにね、カバーしていくかということになると思います。騎馬隊はちょっと左右に出しておきます。始めるぞ。吉田東洋のね、違う、山内陽道の鉄砲隊がうまくはまってくれるかどうかというのも結構大きなポイントにはなるかなと思ってます。今のところ曇りなのでね、鉄砲隊は機能すると思う。
前方ゲージはやっぱり毛利隊の方が早いね、たまりが。対命発動してる分。ご命令を。始めるぞ。ご命令を。ここで雨が降ってきちゃったので、山内陽子の鉄砲1500が、1300かな ?1300 がちょっと生きてこないな。さあ敵の位置知れてきていますと、破壊に来るようなので、これ妨害しに行きましょう。中岡慎太郎隊。いざ進まん。ゲッチを始めよ。ご命令を。覚悟してもらおう。敵の居所間に合わないかな。ちょっと待ってね。またなもたま間に合わんそうなので。中岡慎太郎隊は敵をしっかり引きつけましょう。で、奈落があるので、奈落で敵を一旦、まあ、受け止めることができるので、その間に今奈落に落ちた部隊に集中攻撃を仕掛けていきます。ご命令ください。始めるぞ。ご命令を。ご命令くだされ。山内陽動隊は前に出したくないからね。ご命令ください。覚悟しろ。ゲチを始めよ。ご命令。しっかりと右側にある奈落地帯で敵を足止めする。守りが甘いぞ。やりたい前へ。好機は今ぞ。隙を見せたな。さて、そしたらどうする？敵の本陣の位置はまだわからないし、敵は背を向けている。前原一斉隊が鉄砲隊だね。この鉄砲隊潰しておきたいな。ご命令を。ご命令ください。ゲチよ。覚悟しろ。ゲチよ。始めるぞ。ゲチよ。覚悟せよ。参ります。始めるぞ。その首。さあ、吉田東洋の突撃をぶちかましていく。やりたい前へ。後ろがオルスのようじゃ。奇襲の打ち合いになってるな、ここは。やりたい前へ。やりたい前へ。覚悟せよ、ゲッチ。いざ進まん、今ぞ。敵の居所。中岡慎太郎隊が奇襲を受けている。ちょっと待ってね、今収集がつかない状態になりつつあるので一旦確認していこう。まずはそうだな、坂本隊が危ないので坂本隊はここは転進する。で、後藤翔次郎隊で前原隊でしょ。吉田東洋隊、うん、吉田東洋になっちゃったね。山内陽動隊は前原一斉隊にぶつかっていきましょう。まあ、鉄砲がベストですけど、鉄砲が打てなければしょうがない。で、山形有友隊には近藤長次郎と、それこそ吉田東洋を当てていく。で、右翼がちょっと危ないよね。毛利高近と高杉晋作ちゃんが来てるんで、これをなんとか中岡慎太郎で食い止めなきゃいけないという状況ですね。そしたら山内隊、まあ、本陣を動かすのは危険極まりないんですが、本陣を使ってちょっとこれは毛利高近を止めに入るか。これにて幕とさせていただこう。敵の本陣の位置かわからないからね。やりたい前へ。新作の奮闘が入った。敵の居所知れました。さて各状況確認だな。まず吉田東洋隊がだいぶ削られてるので一旦下げる必要がありますね。月
で全体的にちょっと一旦下がりましょうか。いやー下がるとどうだ、一気に葬られる可能性もあるからな。まずはここ山形有友隊を壊滅させたいよね。参ります、覚悟は良いか。ゲッチ始めるぞ。ゲッチ始めるぞ。部隊数がやっぱり少ないっていうのはね、圧倒的マイナスな要素にはなるんで。ゲッチ始めるぞ。吉田東洋隊壊滅したね、戻れなかったね。ただ山形有友隊を壊滅させて、あとは近藤長次郎隊、後藤翔次郎、さらに、坂本隊でちょっとそうだな、前原一斉隊を追撃しよう。で代わりに後藤翔次郎隊で敵に当たる。山口陽動隊を前に出して、近藤長次郎がちょっと危ないな。敵の本陣がまだ見えてないからな。で毛利高近隊がちょっと一旦あぶれる形になるんで、これは本陣に、陣に突入されてもしょうがないので、この間に高杉隊を壊滅させよう。いや高杉晋作マジで強いな。前原一斉隊を潰せるかどうかだね、坂本隊で。近藤長次郎隊もちょっと危ないな。ただ下げられない、今近藤長次郎隊下げられない。ゲッチ始めるぞ。やりたい前、今は引こう。近藤長次郎隊が壊滅したか。やりたい前、やりたい前。ちょっと戦況を確認しておきましょうか。ゲッチご命令ください。覚悟しろ。ご命令覚悟せよ。ゲッチいざ進まん。負け戦かよ。よし、前原隊は壊滅させたね。前原隊を壊滅させたら戻りましょう。急いで戻りましょう。ご命令。ゲッチ始めるぞ。やりたい前。雨がなかなか止んでくれないっていうのもね、ちょっとマイナス要素ですよね。敵の居所知れました。山内陽動隊が奇襲を受けているんで、大将が潰れるとまずいので一旦下げましょう。覚悟は良いか。始めるぞ。急ぎ救援に入る。始めるぞ。ゲッチゲッチ始めよう。やりたい前。高近卑怯のもの持ってるんだな。ちょっと待ってね、このまま行くと本当にまずいので、まず奈落の方へと敵を全体的に誘導していきましょう。で奈落に敵を落として、その間に体勢を立て直す。始めるぞ。やりたい
前、今こそ雌雄を決する時。敵の居所知れました。ここでようやく敵の大将がお目見えか。やりたい、前始めるぞ。本陣切り込みを使うチャンスはちょっとなかなかないな。まず増次郎隊を壊滅させよう。始めるぞ。やりたい、前へ参ります。覚悟は良いか。ご命令を。でいざ進む。大将が危ないので大将を守るように覚悟せよ。周囲を固めます。敵のめせ。で岩倉ともにも撃破していく。数の有利というのはもうほぼなくなりましたからね。よし、マスジロ隊を壊滅させたので、あとは敵の大将を狙っていく。ご命令を。始めるぞ。ゲチ覚悟せよ。参ります。覚悟は良いか。岩倉朋美隊を壊滅させて戦況を五分に戻したので、こっからまだ戦えるな。攻め込め。これほどと。このままで。で今毛利隊を囲んでいるので、敵の大将ですね、これを逃がさんという動きでなんとか勝機を逃がせそうですね。いやー、森大というか強かったな。やりたい、前。やりたい、前。我らの勝ち、揺るがぬぞ。このままでは。始めるぞ。掴んだ勝機。さあここで初めて本陣切り込みが使えるね。元庄次郎隊が生きている限り。壊滅させたね。いや損害大きかったが、まずは勝てたので御の字かな。まさか長州とね戦争になるとは。損害がバカにならない。損害がバカにならないね。捕獲した武将がいると。おお。登用しよう。残りは、まあ、ここはちょっと逃がしてあげますか。できれば毛利とはいい関係を続けていきたいので、いや、なかなか苦しい戦いでしたね。では、まあ、ちょっと長くなりましたので一旦今回ここまでにさせていただいて、まあ、次回はですね、まあ、毛利と、まあ、どうこの後向き合っていくかというのを考えながらプレイの方は進めていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。